松山電気軌道。松山電気軌道とは、明治末期から大正時代末期にかけて、愛媛県松山市。当時は、温泉郡水戸浜町と松山市、道後湯の町を中心に、軌道、路面電車及び電気事業を経営ていた会社。松田と呼ばれていた。伊予鉄道に並行して、水戸浜港と松山市中心部、道後温泉を結ぶ、軌道路線を建設し、 10年間にわたり、伊予鉄道と激しい乗客争奪戦を繰り広げた。伊予鉄道に吸収合併され会社は消滅したが、路線の一部は、伊予鉄道上南線、本町線の一部として現存している。セット内海主要航路の発着が、水戸浜港から高浜港へ変更された時、伊予鉄道も現在の高浜線の一部にあたる、水戸駅高浜駅間を延伸開業した。 これにより、水戸浜町の地位低下を危惧した地元有志が松山電気軌動を計画した。そこで、鉱山なり金の清家久明一郎と弁護士の夏井、保つ志郎を担ぎ出し、清家久明一郎が筆頭株主になり夏井保つ志郎が社に就任した。ところが会社を設立したものの資金難に直面し、夏井が退職。そして、清家も投げ出してしまう。代わりに社長になった。 渡辺治が近作に走ることになったが、ようやく1911年、明治44年、福沢桃介の援助を受けることになり、9月に、江ノ口、玄水戸浜、港内港付近住吉町、水戸駅に、近接から三本柳、玄三本柳交差点付近江戸谷、玄西絹山駅南側付近から、地震園前、現在の絹山五目付近絹山、 高浜線の木の山駅南側付近六軒や、車庫前、原四電工愛媛支店茅町、小町駅に近接本町、西堀ただし一番町道後のルートで、標準機の軌道線、一部専用軌道を開業すことが、できた。当時は既存の鉄道路線に並行する、鉄道路線の建設は、厳しい制限があったが、伊予鉄道は、施設鉄道法に準拠しているのに対して軌道である。 松山電気軌道は、軌道条例に準拠しており、根拠法が異なるため並行しているにもかかわらず、特許を得たのであった。伊予鉄道も同年に、小町道五間五千六十七ミリメートル期間に、改めきして電化し電車の運行を開始した。この区間と松山電気軌道は、並行しており、乗客の奪い合いとなった。駅で鈴を鳴らして、客を奪い合い、 運賃の値下げ競争をする両者の激しい客引き合戦は有名であったという。また、1913年、大正2年から松山市内で電気事業を開始し、既存の伊予水力電気と契約者を奪い合った。そして伊予水力電気が1916年、大正5年に伊予鉄道と合併したことで、電力事業においても伊予鉄道と競争するようになった。 一方、伊予鉄道との合併話は開業当時から、武漢では消えの繰り返しであった。松山電気軌道は負債を抱えておりそれが重く、のしかかっていた。松山電気軌道は、全通、1912年を前に友倒れを懸念して、伊予鉄道に合併の打診をしている。伊予鉄道社長の井上要は、その時期にあらずと拒否したところ、渡辺、福沢は監督している。 鉄道員に調停を依頼した。井上は、鉄道員より呼び出しを受け合併するよう設有される、ことになった。結局井上は、受け入れず、運賃についての協定を結ぶことにして、合併は実現しなったのである。やがて1年が過ぎ、松山電気軌動は1913年上期において、借入れ金48万円を計上した。ここに至り、 松山電気機動の大口債権者である三井物産大阪支店長が仲介に乗り出し、井上も合併を断することになる。1913年、大正2年12月に役員間において合併契約を締結した。ところが松山電気機動の株主総会では合併反対派が主導権を握り契約を破棄することになってしまった。この責任を取り渡辺、 福沢は役員を辞職することになった。そして1914年、大正3年10月に、近藤大定次郎が社長に就任した。この時に、三井物産は回収されない、機械代金37万円余りに豪を煮やし、伊予鉄道と合併しなければ、再建を関西新宅に譲渡し、破産を申請ると強行姿勢を示した。これには従わないわけにはいかず1915年、 大正4年8月に、伊予鉄道と再度合併契約を締結したのであるが、またも株主総会で紛糾し、契約を破棄することになってしまった。この責任を取り近藤も、役員を辞職することになったのである。この二度の破断に対し三井物産は破産も辞さない、姿勢を見せた。この緊急事態に対し松山市の52銀行多四行は、地元企業救済のため、 三井物産と交渉し再建の建て替え払いを申し出た。これが認められ、松山電気機,機動は三度目の合併契約に向け株主総会を開くことになった。大株主たちは賛成に傾いていたが、多数の小株主と株主外の声優回答員らが反対運動を繰り広げ3三回目の合併契も破談となってしまった。こうして、 開業以来10年間にわたり、競争が続いたが、1921年、大正10年に、体力のない松田が、伊予鉄に吸収され解散し、競争は収束した。なお、合併後の1923年に、全線の帰還を標準期から、伊予鉄道の既存路線と同様の狂気に、改め期しているが、高浜線との平行路線であった河野口。 加山地間はそれからわずか4年に廃止されている。また、原子内線の本町線の一部、本町4丁目、西堀単間、城南線、西堀ただし道後温泉間は、松山電気軌道の路線だった区間だが、城南線の大街道勝山町間と本町線の本町4目本町3丁目間は、線路が移設されており、松山電気軌道当時とはルートが変わっている。 本町線は休止後の復活時に移設。路面電車のほか、伊予鉄道の海水浴場併設遊園地、梅津寺遊園地に対抗して、水戸浜に海水浴場、現在は掘削されて内向になっている。木の山に地震園という遊園地、玄の山五丁目にある、ため池古池周辺の高台に存在していたと言われているを開業していたが、伊予鉄合併時に廃止されている。 現在は、水戸街道上の軌道が撤去されているので、小町駅西方の宮前川橋梁跡や、江戸谷電定付近に痕跡が残るのみである。河野口、原水戸浜、河内港付近から、堀川住吉町、高浜線水戸駅近く2位立山元柳、原山元柳交差点、山西、初代三世駅付近イコール現在の、日田高校付近江戸谷、 高浜線西木山駅近くから、地震園前、西木山駅近く、絹山、高浜線絹山駅とは、離れていたから六軒屋車庫前から、茅やま本町札の辻、西堀正し南堀橋から、江ノ木前、廃止イコール現在の市役所前交差点から、八個、裁判所前から、一番町五宝町、六角道から、上一万のうじ試験場前引く公園前から道後、 在籍した車両は、合計18両すべて、木製単車。開業時に、梅鉢鉄工所から10両、1から10を購入。1912年、福沢桃介が関わる博多電灯軌道より、元東京鉄道の車両を譲り受け11から15号に、さらに、大阪市でにより2階建て電車3両1を譲り受け、16号車と、電動有害貨車と、電動無害貨車に改造した。 16号車も間もなく、電動無害化車に改造された。改造により不要になった2階建て電車の車体は、水戸浜海水浴場の開設時期に、2回付、電車の両台として使用したという新聞広告が残っているが、具体的にどのような形で使用されていたかは、羊である。改め記後に1から10号と、無害電動化車は、乗せ電気軌道に譲渡され、無害電動化車は、 有害電動化車に改造され1950年代まで使用された。後にこの台車、ヘルブランドドイツ製は大阪市電保存館内で保管されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。